アスガル・ファル・ハーディは、エスファ・ハーン近郊のホメーニーシャフル出身のイラン人の脚本家、映画監督。アスガル・ファル・ハーディは、映画学を学び、ドラマ芸術の学士号を取得し、テヘラン大学及びタルビアとモダレース大学から、舞台監督の修士号を取得している。ファル・ハーディは 8mm 及び 16mm のショートフィルムをイラン青年映画協会。 エスファハーン支部で撮影。その後、ドラマ及び映画脚本家として、イラン・イスラーム共和国放送に移った。テレビシリーズ、ある街の物語などを監督、またエブラーヒーム・ハータミ・イキアーの、フライト・パニック・ペルシアーン上空強行脱出で、脚本家として、初めて映画制作に関わり、引き続き多大な賞賛を受けた、ウルワシの街を制作している。続く、第3作。 水曜日の火花では2006年のシカゴ国際映画祭でヒューゴー・金賞を受賞した。第4作カスピ海岸へ旅するイラン人グループが遭遇する悲劇を描いた彼女が消えた浜辺では2009年のベルリン国際映画祭で銀マ賞を受賞。本作における成功により得た資金で2011年には別利を発表。 離婚を決めた夫婦に起きた事件を描いた本作は、再び、ベルリン映画祭に出品されると批評家、観客双方から大絶賛を受け、審査員全会一致で、金熊賞及び、キャスト全員に、銀熊賞とク熊賞が贈られた。第84回アカデミー賞では、外国語映画賞と、脚本賞の2部門にノミネートされ、全社で、イラン映画としては、初の受賞を果たした。 二千十三年には、ある過去の行方を発表し、主演を務めたベレニスベジョが、第六十六回カンヌ国際映画祭で、女優賞を受賞。二千十六年には、セールスマンを発表し、第六十九回カンヌ国際映画祭で、脚本賞と、男優賞を受賞。また、二度目となるアカデミー外国語映画賞を受賞したが、ドナルド・トランプ大統領による入国禁止令に反発し、 授賞式はボイコットした。ありがとうございます。